皆さんこんばんは、ミシェルです。今回は10月の19日と20日に東京原宿アストロホールで行われた Sound States The Second Anniversary Live の初日のファーストセットをお送りします。出演アーティストは柘井信孝さん、森大蔵さん、古澤武さんです。サウンドステイツの2年間を総括するこのライブでは、出演していただいたさまざまなアーティストたちが個性たっぷりの内容で演奏をしてくれました。今日の放送を含め4回にわたってお送りいたします。ぜひお見逃しのないようよろしくお願いいたします。それでは本編をお楽しみください。こんにちは、柘井信孝です。一番バッターです。
ザ・ウォールラスでした。1曲目だけ歌をちょっと歌いましたが、あれはですね、僕の CD サージャントツゲイズオンリーワンクラブバンドという CD を僕がもう何年か前に出してですね、もう3枚出てますが、それのですねコマーシャルソングですね、本当のタイトルはサージャントペッパーズロンリーハートクラブバンド、まあご存知だと思うんですから、ビートルズの、一番アカデミックな CD というか LP ですね、それのタイトルをちょっともらってですね、サージャントツゲイズオンリーワンクライバンド、ちょっとそのために歌を歌いましたが、あとは歌を歌いません。そのビートルズの、僕はですねビートルズの曲を弾き語らずをやるわけですね、弾き語りってのよく聞きますけど、僕は歌わないので弾き語らずですね。ただ曲はですね、歌の曲なので、まあそういうふうに自分では言ってますが、じゃあこんなのやってみますか。
ご存知ミッシェル。ミッシェル知ってます？まあほとんどの人は知ってると思うんですが、このイントロが有名なこの、これがあのイントロですね。誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた。聞いたことあります。誰でも知ってますね。小さい秋って曲ですが、これ一緒なんですよ。さっき弾いた Michelle My Bell目隠しを見さめな、一緒なんですよ。イントロからここまで一緒なんですよ。すごいことだと思いません？でこの曲はですね、もちろんポール・マッカートニーがこのミッシェルを作るより15年か20年ぐらい前にはできてるんです。ねえ、ポール・マッカートニーは日本の音楽も知ってたんでしょうか。でこのミッシェルという曲はこのマイナーなんですね。マイナーというのは単調ですね。ミシェル、マイベルとこうなるんですけど、普通だったらミシェル、マイベルなのはずなのが、初めだけミシェル、マイベル、わかります違い。ミシェル、これとミシェル、ええ、マイナーってマイナー曲だから普通マイナーから来ます。ところがこの曲の初めだけメジャーで来ます。でさっきの曲もそうです。マイナーだ、は誰かさんが見つけた目隠し、これもメジャーです。別にマイナーにしても全然名曲です、両方とも。ところがこのメジャーになってるっていうことだけで、もう曲の品がガラッと変わるわけですね。これもうこういうことができるのはですね、天才だけです。日本にもだからポール・マカートンに似たような天才がいたということですね。覚えておいてください。中田義直という人です。聞いたことあります？大作曲家です。日本のモーツァルトって言われています。ちなみにポール・マカートニーもその昔は6回のモーツァルトって言われたことあります。だから両モーツァルトがですね、同じような曲っていうか同じような行動進行で違う曲を作ってるわけですが、信じられない。
ラクバ。さあ何やろかな。なんかひょっとしてですね、ビートルズ好きな人はたくさんでもないですね。やっぱり、あんまり若い人はそうあんまり知らないんだね。なんかリクエストがあったら言ってください。何でもやりますよ。今ライフ知ってます？知ってる人？半分以上は知ってるね。やっぱりこの曲は有名ですね。では、やる価値があるな。他はもう一つぐらいいきますか。あ、もうそんな時間なの？ラスト1曲だって。じゃあラストの曲だから、まあ、景気のいい曲をやって終わりましょうか。短いね。30分もうやったの俺。今何分ですか？25分ぐらい。よし、じゃあ最後の曲はこれです。When she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. How could I dance with another when I saw her standing there? 今歌を歌ってみましたが、これ今ここまでは今ポール・マッカートニーの、とこだけ、ポール・マッカートニーのベース弾いて歌ってます。そこだけちょっとピックアップしてみます。でポール・マッカートニーはこういうことをやっています。ベースを弾きながら、これ結構大変、ずっとこれ弾きながら歌ってるんですよ。とても大変です。忙しいです。まあ、当時、ベーシストでですね、リードボーカルになったこと、ポール・マッカートニー以外にはほとんど一人皆無と言っていいほどいなかったわけですね。ベースをやりながら歌うってことは相当難しいことなんですね。ベースラインっていうものはですね、また
メロディーとまた別のところをコードを買って Well, she was just 17. これ簡単です。そうじゃん、ずっと他のメロディーをやりながら歌う、これ大変なんですね。ええ、じゃあこれをですね、今ポール・マッカートニー、ポール・マッカートニーだけを抜き出して聴いてもらいましたけど、最後に、ビートルズ他のメンバーも一緒に、やってみたいと思います。 1, 2, 3, 4 どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
がつけたテレビ映った君の表情僕らいつも同じ景色を共に追いかけてたはずなのに何もかも君が僕を一人残して大人になってゆくようで積み重ねた長い月日がまぶたに浮かんですぐ消えた来た触れたら響く喧騒君の影を追いかけ続ける日々に少し疲れてしまったのは誰のせい？きっと今更もう歩き出した道を積み重ねた甘いループがまた一つ重なってゆく最後までよろしくお願いします。 I wanna be $27. I have some questions 勘違いでしょ複雑な顔で前を睨む Do you feel alright? なんてことはない気持ちのいい場所へと連れてってよ揺れる曲線落ちる君の誰も知らない秘密を見せつけてキラキラ落ちるワシントンの夢その先には何が見えろゆら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 揺れる愛なきリズムにゆら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 夢さえそれで手に帰ろうThe
ろう。もし叶うなら気持ちのいい場所へと連れてって。揺れる曲線据え落ちる気も誰も知らない秘密を見せつけて。キラキラ落ちるフラグリの夢、その先には何が見えろ。ゆら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 揺れる愛なきリズムに。ゆら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 夢さえ空で手に帰ろう。$27 I wanna be a 20 $27. ゆら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 揺れる愛なきリズムに。ゆら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 夢さえそれで手に帰ろう。I wanna be a $27 $27. サンドステイツアニバーサリーライブセカンドですね、皆様、よくぞいらっしゃいました。どうも、2番手エントリーナンバー2番、森大蔵です。よろしくお願いします。いやですね、1年ですかね、1年前くらいですかね、番組に出させていただいて、で、アニバーサリーのファーストにも出させていただいて、セカンドで、まさかのですよ、2days という、スケジュール。これからのサウンドステージの、これからのサウンドステージのこれからのサウンドステージの、そのね、2番手やらせてもらってます。ですね、結構関東でのライブは久しぶりになってまして、初めましての方も、そして、お待たせしましたの方も、今日のライブ短い時間ですが最後まで楽しんでって言ってもらえればと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、久しぶりのライブなので、新しい曲を持ってきました。聴いてください。テキスト。缶ビールを2本とメンソール、とりあえずそれだけあればいい。そういえばいつか二人で見た映画があればなおいい。紫の煙を冬揺らせて流し込んだ金色の夢は、抱き寄せた君のその体と共にあると思ってた。どんな未来ならその心を満たすことができるだろう。完璧というには遠すぎて、間違いなんて呼ばれたくなくて、不器用にしか君を愛せない、ダメな僕を許してよ。
君が朝落としたコーヒーを飲み干せば一日が始まる。少し背伸びした苦い味も随分と好きになった。当たり前のようにそこにあってくれたらすぐ消えてしまいそうな。繰り返すばかりの日常が幸せだと思ってた。一体どうすれば何もかも思囁いたこの歌は夜の風に流れた。当たり前のようにそこにあって触れたらすぐ消えてしまいそうな。繰り返すばかりの日常が幸せだとわかった。とりあえずそれだけあればいい。そういえばいつか二人で見た映画があればなおいい。そして朝が来る前にバイバイ。燃え上がるような夜を繰り返せばいつか本当の恋に変わると思ってた。抱きしめ合った君を何度も思い返すたび満たされずにイライラ。君を最後の恋人だと思っていたのに僕は深い渦に囚われてる。つまりは
君と僕は単純に遊びなんだろう。こんなにも本気になった僕を一人残してため息が漏れるような未来を語り合ったけど何もかも嘘だろう。鼻にかかった甘い声で誘われるたびに、柔なハートグラグラ、君も最後の恋人だと思っていたのに、僕はまた君に縛り付けられてる。ちょっといろいろと多分そうですね、僕28なんですね今年、まあアラサーというやつになり始めまして、いつまでもキリギリスみたいな生活してていいのかなと、アリとキリギリスの話ですね、アリとキリギリスのキリギリスみたいな生活してていいのかなとか、なんかいろいろね、いろんなことがこう頭の中をこうかすめる時期だと思うんですよ。秋だし、秋って人恋しいし、でなんか今日のライブが決まっていて何を歌おうかなと考えた時に、やっぱり最後はこの曲を歌おうと思いました。全ての思い悩んでる人がなんとなく勇気づけられてくれたらいいなと思って作った曲なんですけども、その言葉の意味をもう一回自分で噛み締めて今日は最後に歌いたいと思います。今日はありがとうございました。来てください、バベル。初めて言葉を覚えた日、新しい世界が広がっていった。わずかに開いたまぶたから見える景色は美しかった。初めてギターを
らしい世界は広がっていた。自分の生きたその証を残したいとそう強く思いました。誰もが皆胸の奥に宿した夢という光、空に輝く星のように走り出す僕を待ってる。手を伸ばすよ高い場所へ、積み上げてゆこう強い意志を。誰もが僕を笑ってもあの光に届く日まで。だと思ってた。気づけば大人に僕は変わっていた。うまくいかないことばかりで、いつしか自信を僕はなくしていた。時は過ぎていつの間にか見上げていただけの光、何度涙を流したってまた諦めたくないだろう。手を伸ばすよ高い場所へ、積み上げて失っても、あの光に届く日まで。子供の頃描いていた理想の僕じゃなくても、誰かのために自分のために僕を笑っても、あの光に届く日まで。手を伸ばすよ高い場所へ、あの光に届く日まで。
とうございました。森田裕三でした。またお会いしましょう。ありがとう。こんにちは、古澤武史です。楽しんでてください。どうだっていい。僕が捨てた悲しみなんて今生まれたばかりの太陽に燃え尽きてくバカな争いが君を何度も傷つけた、でも闇の中で光くれたのは君だった。もう大丈夫さ。 Are you ready? 夜明けの鐘の音に僕は目を覚ました。喜びのありかは風にさらされてるけど君の微笑みで僕は歩き出せそうさ。夜明けの鐘の音を僕ら待ち続けた。胸が
回悲しみをぶっ飛ばせ。皆さん元気ですか？笑顔でいきましょうね。よしして楽しみましょうよ。すぐに仲間を呼び出してお祝いの準備をしようよ。彩りのキャンドルとそう素敵な花も添えて窓の外注ぐ月明かり空一面のシャンデリア誰かが歌う声にハモればだんだんと注ぐさあいつも昔の話をしようよ。懐かしいアルバムもここにあるのさ。すぐに仲間を呼び出してお祝いの準備をしようよ。温かな手料理とそう変わらぬ愛も添えて優しくて涙の意味を誰も聞かないきっと気づいてるんだろう、hey! 愛さえも見失っていた。今何かが始まるよ。予感に震えているのさ。新しい In my life ここで生まれた。すぐに仲間を呼び出して愛の準備をしようよ。ありふれた言葉だけど Happy birthday to you。 Happy birthday、 Happy birthday、 Happy birthday。改めましてこんにちは、古澤たけしと申します。
こんにちは。元気ですか皆さん。あんまり元気そうじゃないですね。いや元気なはずなんですけどね。元気な時は元気な顔してくださいね。音楽っていうのは本当に心を開かせてくれるものだと思いますので、僕も全力で最後まで、心を開いて歌っていきますので楽しんでいってください。そして今日は、サウンドステイツさんの2周年記念おめでとうございます。ご縁ありまして、私もサウンドステイツさんに出演させていただいて、配信の番組の方にですね出演させていただいた後、1周年記念、去年も、ライブに出演させていただきました。そして、今年2周年目も参加させていただいて本当に嬉しいんですけど、本当100年続くものにしましょうと、音楽を通じて、そういうテーマを掲げられて始めてたんですけど、本当にその100年続けようっていうのは本当自分の寿命も超えちゃってて、現実味がないように思えるんですけど、本当に素晴らしいことだなと胸を打たれました。僕もできることなら100年以上音楽続けたいなって思うぐらい、命がなくなっても天国でも音楽弾き続けたいなっていうようなぐらい、続けるってことはね本当に素晴らしいことだと思うんですね。なんかいろいろ先のこと考えると、どうしてもできなくなったりとか壁にぶち当たったりすることもあると思うんですけど、ただただ続けましょうよ、まず今日一日を頑張りましょうよというような雰囲気がそこにはあって、それが積み重なって気づいて振り返ったら、あれ100年経ってたねっていうような、そういうのが本当素晴らしいなと思ってですね、自分の人生もそんな風に毎日頑張って生きていけたらいいなと思っております。なんかいきなり硬い話をしてしまってすみません。はい、なんかさっき楽屋でいろいろと考えてたらそういうことを思ってですね、本当僕は歌を歌う人なんですが、歌は15歳ぐらいの時に始めてもう15年ほど歌っておりますけど、なんか何年続けようなんて考えたことなかったんですけどね、必ず物事に始まりがあって2年目があって3年目があってっていうのをそうやって踏みしめていくのって本当大事だなと思いました。僕は先月の9月29日で、生まれて30周年でした。さすがに30周年というのは結構ね、考えることが多かったですね。すごい区切りだと思って、でも今でも歌えてるんだぜって15歳の頃の自分に言ってやりたいなみたいな、そういう気持ちもありまして、なんか日々今日この一日でもこうやって歌わせてもらってる、皆さんの前で歌わせてもらってるこの自分を本当大事にして、1秒1秒一言一句、ギターの弦一本一本大事にするような気持ちで、最後まで楽しんでいってもらいたいと思います。ちょっと固い話になりましたが最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。疑うことなど忘れるくらいにひたすら歩いてきたな。裏切られたこともあなたを泣かせたことも美しい。変わらないもの、
抱きしめたら涙が止まらない。たどり着いたこの場所から今でもよく振り返る。思い出はいつも優しい。望むのなら毎日でも生まれ変わってもいいよ。ただ一つちっぽけなこの願いは抱きしめたままで。優しい人たちの優しい言葉も時に鬱陶しく思えたり、小さな自分にも気づかされながら今も歩いてるよ。いつも泣いてたあなたも今は笑ってるから、それだけでもいいはずなのに涙が止まらない。覚えている先の見えないトンネルを抜けたあの日を何か失ってしまっても心の真ん中に輝いてるちっぽけな願い。場所から今でもよく振り返る。思い出はいつも優しい。望むのなら毎日でも
されたいのよ、異国のプリンセスみたいに。あなたも多分私のサインに気づいてるのね。嫌になるこんな自分のこと、笑えるわでも仕方ないのよ。まるで底なし沼め、コンパスのないボートに乗って、それでもあなた瞳伏せて抱きしめてくれるのね。微妙な関係よ、互いのゴールも見ないで、不毛な駆け引きにきっと胸の奥が風邪をひくの。嫌になる欲望に飲まされて、それも罪もう救えないのよ。まるで底なし沼め、そっと息を止めた未来も、それでもあなた優しくつなぎ止めてくれるのね。まるで底なし沼め、コンパスもないボートに二人たどり着いたとき、綺麗に忘れられるのかしら。そこなし沼め、ありがとうございます。たどり着いたらそこは、そして、沼、彼女の難解の恋の事情という曲を2曲続けて聴いていただきました。サウンドステージさんもこの2周年の記念の時にですね、コンピレーションアルバムを発売されたということで、こちらもおめでとうございます。たびたびかぶせかぶせで申し訳ないんですけども、私めもですね、30周年を迎えました先月9月29日にですね、私のファーストアルバムを発表させていただきました。これは決して便乗商法ではないんですけれども、うちの物販コーナーで、黄色いとてもとても目立つアルバムがあります。あの中でですね、まずサウンドステイツさんのコンピレーションアルバムを買っていただいた後に、私のアルバムを買っていただければなと思います。セットで私のが、2500円、そしてサウンドステージさんが2000円なんですけどね、セットで4500円になっております。ぜひお買い求めください。じゃあ盛り上がっていきましょうか。
つの罠に引っかかった、yeah. あんな流しが飛んだ、yeah. oh no、 おしまいにゃ彼女にも愛想つかされて、でも在庫のウェブサイトに溺れて、こんなはずじゃなかったなんて、歪んだ口が漏らす前に、yeah! 空が壊れてくごとに行け、初めからあなたの手のひらの上、hey! Oh no、 まだまだ heavy rain は止んでなかった、君を死んでも離さないって、雨にかき消されても叫んでやれ、yeah! 雲が逃げてく方へ行け、崖の先端に立って飛べ、でも人生はきっと初めからあなたの手のひらの
じゃあ一緒に歌おう。ディンドンダンディンドン、サン、はい、ディンドンダンディンドンって歌うんですよ。ディンドンダンディンドン、サン、はい、ディンドンダンディンドン。まだまだなんかこう歌いたいけど歌いたいけど羞恥心がって顔してる人がいっぱいいるんですね。もったいないですよ。もうこれで終わっちゃうからね。歌ってそんなことは何もない。いきますよ。ディンドンダンディンドン、サン、はい。これね、僕の基準値に達するまで続けますよ。残り時間もまだ大丈夫。ステージ2周年のお祝いの気持ちを込めて一緒に歌いましょう。ディンドンダンディンドン、サン、はい、ドンダンディンドン。まああんまりやりすぎるのも良くないってことは僕も学んできております。楽しく歌うんでみんな笑顔で聴いてください。そして歌えるところは一緒に歌ってください。最後にお届けしますディンドン、今日はありがとうございました。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。 Baby let me see your smile、 君は太陽みたい、心に虹を描くよ。世界の誰より素敵な Baby、 I just wanna see your smile to shine。 幼い頃からいつもそばに、
今回のライブいかがでしたでしょうか。3人が全く違う個性あふれるギター1本での弾き語り、とってもかっこよかったですよね。実は私ライブ会場に行ったんですけれども、一番最後のたけしさんがジャンって弾くところしか聞けなかったので、今回こうやって映像で見ることができて、私自身も実はとっても嬉しいんです。ではここで番組からプレゼントのお知らせです。先日発売されたサウンドステイツに出演したアーティストをまとめたコンピレーション CD サウンドステイツアーティスト Vol.1 の抽選で5名の方に差し上げます。宛先はこちら soundstates.jp まで。当選は発送をもって返させていただきます。明日は初日のセカンドセットのライブをお送りいたします。水岡信之さん、藤井俊さん、チーリンさん、宮浦清さんが出演の個性あふれるライブをお届けいたしますので、皆さんどうぞお楽しみに。それではまた会いましょう。育てよう僕らが星に